てなわけで、今回も皆様大好きなあのコーナーです。そう、お悩み相談コーナー。イェイ！ありがとうございます。こちらへどうぞお願いしまーす。すみません、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、お名前と所属の勤務先店舗を教えてください。はい、キコーナ茨城店店長の久保と申します。よろしくお願いいたします。店長まさかの店長が出てくださるとは、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ちなみにこう中を距離を近づけるために、はい、ちょっとニックネームを、はい、でお呼びしたいなと思ってるんですけど、はい、そうですね、キコーナチャンネル何度か出させてもらってるんですけども、あ、ね、まあボッチっていう名前でずっと呼ばれているんで、また検索もしやすいかと思います。わかりました。ボッチで、ボッチで、はい、早速なんですけど、早速で、はい、悩み事を、まあ、事前に考えてて、薄毛の悩みにしようかなと思ったんですけどもっていうのも言わなくても多分コメント欄にもいっぱい出てると思うんで、まあそれはまあいいかなと思って。キャラが最高すぎて。ただ、動画ちょっと拝見させてもらって、トークが面白いなと思って、初対面の方とこう雑談するコツって何やろうなっていうのが知りたくて、真面目なんで、ネットとかで、会話のネタとか調べたら、はい、天気とか趣味とかそれがちっとも面白くないんで、間違いない。なんか雑談をこう楽しくできるコツとかあるかなって。あ、なるほど、はい、いや、まさかの、そんな見てくださってたのが嬉しくてありがとうございます、はい、いや、正直自分ではそんな面白いって思ってないですけど、はい、まあ、ちょっと下ネタですか、コツ。あれ、どっかで聞いたことあるな、ここはどう。例えばですけど、はい、今日一日ぼっちの中であったなんか面白かったというか印象に残る出来事って何ですか？今日一日で印象に残る出来事、いや、もうこの撮影が全てで、起きた時からどうしようって考えてたんで。間違いないですよね。だいぶ高いハードル。そうでした、確かにそうでした。じゃあ、一番人生の中で、今まで生きてきた中でのエピソードみたいなのをちょっと話してください。私に本当に些細なことでも、些細なことね、なんかないですか？ね、ディズニーランドへ、ディズニーが面白い、おそばん終わってそのまま車で運転して家族連れてディズニーランドに到着しました。ほう、優しい。到着夜2時に出発して朝の9時到着、そのまま開園しました。ね、みんなでワクワクしてる中、はい、一人ちょっとうとうとし始めて、間違いない。気がついたら、うん、夜の7時。え、どこにいた？夢の国です。いや、面白い夢か。え、うまい、うまい。もう最初から言っときましょう。うん、僕、喋り下手なんですよ。だから、そう、喋り下手なんですよ。って、大体ね、面白い話やったら、この前、ディズニーランド行っての話をもう言っちゃうとか、ね、先に。そう、私やったらそうしちゃうタイプ。最大限の引き出しを引っ張ってきましたよ。最大級をそこに持ってきて、で、もうこれ以上僕面白い話持ってないんですよ。みたいな。を、なんかもう最初に置いちゃう。なるほど。うん、なんかそれもありかなって。そんな感じで。はい。ね、もう一つ、ちょっと、はい、悩みネタ持ってきたんですけど、はい、いいですかね。いいですよ。うち、ちょうど年頃の20歳と19と17の娘が3人いるんですけども。娘さん3人、3人。一番下の17の子が今反抗期の真っ盛りで、もう2年ぐらい家の中で喋ってないんですけど、あら、これってこのままでほんまにいいのかなって。なるほどね、うん、ちなみに私も反抗期5年以上ありました。5年、はい、ちょっともうすでに安心しました。そうですね。そう、多分、ちなみに上2人の娘さんは反抗期は？わあ、もうね、短かって1年もあったかなかったかぐらいやったんで。ね、反抗期ね、多分ぼっちにもあったと思うから分かると思うんですけど、うん、反抗期だからといって親のことがもう心底嫌いというわけじゃないと思うんですよ、うん、なんか難しいじゃないですか、思春期ってどうやって、うん、接したらいいんやろうとか。でも多分それをぼっちが無理やり縮めようとするとまた余計に離れていくしっていうので、多分ぼっちから無理やり何かアクションを起こすっていうことは多分しなくても大丈夫。女性の家族が多いから、奥さんしっかり、お姉さん2人しっかりがいるから、
ぼっちと下の娘さんをつないでくれる架け橋が、だって家の中だけでも3人もいらっしゃるってことだから、うん、そうやね、うん、それは近道です。なるほど、プラスに考えましょう、うん、大丈夫、家族の距離を近づけようって思って、うん、例えば家族旅行行くとか、そんなんでいいと思いますけどね、うん、私は。だから旅行も計画していきたいと思います。はい、忙しいと思いますけども、はい、ぜひともしてみてください。はい、ありがとうございます。どうでしょうか、はい、いいですか、はい、大丈夫でしょうか、ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、さっきもずっと見てくれてあった、いいですか、お願いして。そっち、あ、そうです、こっちです。いきます、はい、せーの、さようなら、さようなら、ありがとう、ペトリ、おちまい、ありがとうございました。この番組は気候な大阪特設エリアご協力のもとお送りしております。